今回は第2話、えー、ガンダム破壊命令はいねということで、ね、まあ<ー>衝撃的なこのザクマシンガンが通用しない <laughs> <laughs> でもまだ破壊命令が出てんだねね何とかして破壊してやろうっていうあまあそのシャアのねこのガンダムに対する執念っていうのはもうこっからスタートしてるわけですよってことだよね、うん、部下を失ってそう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 なんだよねでここで出てくるのがセいラさんおー とカイのこの有名なシーンねありましたねそれでも男ですかと軟弱者とすごいビンタを <laughs> されますけれど <laughs> たまらないよね これね結構そんなね殴られることは言ってない言ってない言ってないんだよねしかもこの時面識ないわけじゃないそういうことだよねいきなりねきついなこの女今だったらネットで叩かれるタイプの女性です大炎上だよねセイラのブログがせセイラブログが大炎上します まあ生まれがまだこのね高貴な感じでねそうそうそうなんで後々それが分かるんですけれどなんとねこのカイもセイラさんも結果的にホワイトベースのクルーになるということでそうだよねあとここから出てくるのが未来さん未来さんお父さんがもともとねパイロットだったんだよねどうだっけシマ家の名門シマ家のねお嬢様ですからね いきなりそこで名門屋島家って言われてもね、見てる人は想像でね、まああれなんですけど、この未来さんの描き方というか、見た目的な、まあなんかちょっと変わってるじゃん。いわゆるそれまでのなんかこう、綺麗な女性みたいな感じじゃない。母性をね、ちょっともった感じ。もった感キャラなそう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 。でもそんなにいってないんでしょ、実際は。そう若い若い。でビだから、ブライトと同じぐらいの曲だよね。 すっげえ一番モテるの未来さんなんだよねでもモテるんだよねこのガンダムのさファーストの中でキャラの中でねモテとかねブライトに対してもタメ口なんだよね基本ねそうだねねブライトみたいなそうだねブライトさんとは言わないでしょだから都市的にも相当近いしまあなんかタメだろうねタメぐらいだったんだろうね後半もなんか未来に甘い口調だったりするしねブライトが ちょっと困った時に。ああ、そうそうそう。ね、うん、頼るような感じで。まあ、ホワイトベースに、ちゃんとした軍人さん、怪我したね、軍人さん、パオロさんが、あ<ー>まあ、乗ってて。まあ、このおっさんがね、なんか、ムカつくんだよね、結構ね。ああ<ー>。まあね、見た目的にはね、えー、あの宇宙戦艦ヤマト的な感じな。<笑><笑>そ,うそ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 う。ではあるけれども。典型的なね、軍人みたいな感じで。うん、アムロとか若い人が入ってきてても、まあ、うん 昔もそうだったよみたいなことを説得力ねえなっていうねお前ら軍人なんていうその手たらくというかまあまあまあね戦えと戦えとお前ら若いけど戦えとすげえよな大体ガンダムはそういう感じ多いよね多いですね若者に託すみたいなねね。 そのまあ容赦ないよね、老人たちちょっとナナな感じもあるけどね、うん、で、そのアムロが、これ、宇宙だと思うんですけど、撃つぞ、撃つぞっていう、これは人間のノーマルスーツのところだったっけ、ほら、モビルスーツじゃなくて、なんか脱出してて、人自体をだから、ビームライフルで撃つぞ、撃つぞと、いいいいどうしようかな、どうしようかな、<laughs> どうしようかな <laughs>。 モビルスーツだったら打ちやすいだろうけどノーマルスーツの人を打つっていうのがねそうだね子供が人殺しをこれからするわけじゃないねあしてるんだけどもうねそれってやっぱ乗り物に入ってるからあんまり実感がなかったわけだからっていうことだよね怖いと思いますよこれはで実際打ったんだっけ打たなかったんだっけ撃ってないでしょ打たなかったよね逃げちゃったよね逃げましたとついにですよあのシャアが 例の3倍のやつに乗ってきます。これはいろいろ諸説ありますね。これね、ここすごいあるよね、諸説がね。でもここで3倍つっちゃってるもんね、もうね。セリフの中では3倍って明確に言っちゃってるよね。目視で3倍出てたんだよね。目で目視ってレーダーでね。スピードガン的なやつで。耐えられんの3倍って人はこれ諸説的にはこうね、移動するときに、 地面を蹴ってるから、戦艦とかを蹴って移動するから、そんな説があるんだ。あの、効率がいい動きっていうか、みたいなさ、シャアが赤井先生って名のね、あの、ルーム戦役で5隻沈めた時の移動スピードが、三倍、その戦艦を蹴って移動してるから、3倍。 そのじゃあ、ザク自体のスピードが3倍に上がってるってわけではないんじゃないっていう説あるけど、もう言ってるもんね、これね、接近してますよ接近しますって、人間は耐えられるのかね、その3倍ものスピードにね、<うん S 2> シャアだから耐えられる的なところはあるのかな <うん S 2> だって、普通の作でも結構速いと思うぜ、G は相当かかるでしょ、だって一回さ、アムロを出撃するときに気絶したことあったよね、あったあったあった、<laughs> 泡吹いてたよね。<laughs> 飛んでたよね。飛んでたよね。それぐらいやっぱかかってるわけじゃない。普通に飛んでても。まあそのシャアの凄さをね、3倍。3倍というね、あまりリアリティのない数字で出してきましたけど。で、そのパオロ船長がシャアを知ってたわけですよ。赤い彗星だと。赤い彗星。あの、ルーム戦役で5隻の戦艦をシャアが1人でやっつけたと。逃げろっこれも有名な。怖いの人なね。 よっぽどもうね、ユニ,ンユニコーンでもリバイバルされてますからね、ンこれフルフロンタルのモビルスーツが来た時に、うん、あっ、それを言ってるんだ、勝てるわけがないっ,つって、うん、あまあ、ユニコーンの話になっちゃうけど、あれが赤いのもやっぱりそこが関係してんの、シャーだからっていう,う、ね。シャーをイメージして、<ー>まあなたシャーズナブルなんですかみたいなセリフもあるし、あのグーグルでフルフロンタルって入れるとさ、招待、うん、シャーみたいな。<laughs> まあ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 その伝説のねシーンですよでまあそのシャアがガンダムにもやる気満々なんだよね部下やられてるし連邦のモビルスーツの性能どんなもんだと見せてもらおうかマシンが打つけれどノーダメージとこれ学習してないねねえ もうここでザクマシンガンでじゃ何ってう言うてる。やさ、聞いてね、報告聞いてねえのかよみたいな。な、ほうれん草がなってないよね、自分。あの、なんだろうね、一回打ってみたいみたいな。俺のザクマシンガンならみたいな。三倍近い。3倍近い。赤いし、みたいな。 で、まあ、それが効かないと。<ー>で、まあ、ガンダムはノーダメージ。ブライトがそこで、まあ、ガンダムの性能を当てにしすぎると。戦いをもっと有効に行うべきだという、ものすごい冷静な <laughs> が、ね。19歳と16歳の会話ですよ、これ。<laughs> それ、でも、アムロの立場だったら、ブチギレてもいいよね。<laughs> <laughs> いきなり乗せられて戦わされてねすごいですねガンダム降りてアムロとブライトが喧嘩するわけですよ余ったれるなと言ったなとブライトは憎むなら俺を憎めとあえて憎まれ役を勝手て勝手出てすごいですよねブライトさんはこの年でね何があったんだよ今までねどういう生き方してきたんだろうと思うよね19歳でどれだけ悟ってるんですかみたいな すすごいですよね童貞じゃなかったんだろうねこんなこと言うぐらいだからね<笑><笑> <laughs> ですねこんなこと言ってて童貞だったらちょっとおかしくないもん設定が <laughs> まあ,あの先輩後輩みたいな感じだろうね <laughs> 高3と高1みたいなノリ <laughs> そういうノリなんだん女体の神秘に関してはすげえもう <laughs> <laughs> 夢膨らんでるみたいなそうね <laughs> いやもうそれしか頭にないはずなんだけどねこの,くらいの年,ね年齢はねせいやらか可愛くねみたいな話してもおかしくないよねお前, <laughs> お前誰狙うみたいな <laughs> <laughs> 言っててもおかしくないですけれどそんなまあそんなもうねアムロとブライトのそういった葛藤が、ね、平均年齢の低いホワイトベース内ですねっていうのがまあ第2話で 2> 描かれておりますと、ね。破壊命令で破壊できませんでした。できませんでした。<laughs> <laughs> そうだね。まあ、ね、シャアを持ってしても。 やっつけられなかったっていう。でもさ、いろいろ考えてみるとさ、やっつけるチャンスってやっぱ初期にあるわけじゃん。この時にシャードやっぱ徹底的にやっとくべきだったんだよね。そうだね。もしかしたらさ、2、3話で終わってたかもしれない。そうそうそう。この時にザク30機ぐらいでいけばね、まあ落とせるわな。いけたと思うんだけどね。無罪とか20席ぐらいね、やって、ホワイトベースを徹底的にやってたらっていうのもあるだろうけど、ちょっと舐めてかかったんかもしれない。やっぱりね。 若ですねザクマシンガンをいきなり打っちゃうとこがなめてかかってんでもうねたぶん3話からザクマシンガン使わないと思います封印この時だっけあのさザクマシンガン効かないけどさ蹴り一発の方が効いてるっていうのがさ蹴ってた蹴ってたねの いいのかね向いてんのかなシャア自体はモビルスーツってそういう格闘戦に強いですよみたいな説明もしてるわけじゃないは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 いそこまたちょっとリアルかなって思ったんですよはいまあそんなことで第2話はこんな感じで破壊作戦はまあ失敗でしたということです次回はなんと第3話敵の補給艦を叩けですあ君は行きのびるルとできるかかんだすごい神み見みすか 々かすか神々ですか